またま、たそこの噂によるとやっぱりね大関慎吾が依頼してるっていう話もあるんですよねあの西山をやれっていうようなねあのやってくれっていうよそういう依頼をしたっていうのはこれは間違いないんですよこれもま,また間違いないんですよねそれ依頼が出てるというねあの、はい、これも結構言われあのまだねあのこの30箇所以上の骨折ですね なるっていうこととともに、大関慎吾の名前も浮上しております。ね。俺。もう確かにいましたよ。え、西山が二週間前に電話してきて、その。やすきのことは許し、なんか。あの。許さねえからなということで。 なんでお前に言われなきゃいけないんだよみたいな。俺が本当のことを言ってんのにみたいな。お前何も知らねえだろみたいな。ね。本当にタイマー張ってるし、猫、ね、対抗やったんですよね。相手から、まあ、安京たちから、杉並五人衆から喧嘩を売られて、サーフィン中に。だね、言われる、お前何も、その後輩だとか、別にその本人の問題で、お前が出てくる、なんかかっこつけてくる問題じゃなくないみたいな。いいから世話になったって言われても、お前の、 喧嘩じゃないし、ね、あの俺が喧嘩売ったんじゃなくて相手の屋敷が喧嘩売ってきたことだからねあの優月夫がなんか本当にやってなくて小山圭吾が嘘ついたとか言われたのかもしれないけれどただ利用されてるだけでそのなんか屋敷を本当に信じたい気持ちとかわかるなんか世話になったんだろうからわかるけどで俺は本当に真実のことをしか言ってないから。 なんか YouTube やればいいんじゃないの西山くんみたいな感じでね、初め電話してきた時に、いや、俺は YouTube r やらないと。いうふうに言ってたけど、今はね、YouTube や,やり始めて、ね、もう1年ぐらい経つというところで、えーまあ、協力してあげたのと一緒じゃないですか。その、小林武郎のエスパーと、ね、多分あの、気が合うぜとか言って、あの、ね、小林の前に西山の電話番号を教えたら、ね、なんか喧嘩しなくていいよと、仲良くしたほうがいいよみたいな。 小林武信が今度絵,を絵図を描いて、で西山もはめて、ね、さらに自分を落とし入れるために西山を利用したんですよね。は西山を入れたんですよね。自分を落とし入れるためね。で二人、西山も小林武信も,も自分のことを妬ましいというところで、まあ、俺のことをやってきたみたいなね。